ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS7 スポーツバック2015年式11600キロ、こちらの車両になります。今回こちらの車、はい、僕あの2つびっくりしました。はい、まず色。ああはい、これちょっと年式2015年式ですけど、はい、その当時にこれがあったんですね。そうですね、まあオプションにはなりますけども、確かに言われてみるとその当時そんなにこういうマット系のグレーって多くなかったかもしれないですね。ここ数年なんかこの艶消しの純正塗装がすごく増えたイメージ、はい、確かにそうですね、はい、AMG とかでもよく見ますもんね。それをなんかこの2015年式のこのボディで、しかもグレーっていう、はい、ブラックでもホワイトでもなく、はい、グレーっていう、グレーです。これが純正色なんですね、はい、これが、マットエフェクト、はいはい、これもちょっと動画でなかなか伝わりづらい質感だと思うんですけど、うん、はい、でさらに今回の車これ外装プロテクションも、そうです、フロント周りがメインで、あとルーフが貼られている形ですね。しっかり貼ってある感じ、はい、ちょっとだから純正の塗装の質感とは全く一緒ではないんですけど、はい、まあ、割とこう透明度も高いんで、このマットでなおかつこのキラキラしてる感じ、はい、もしっかり残ってて、はいはい、非常に目を引くボディカラーだなと。あともう一点、ちょっと動画なんで、はい、まあ、正式な価格に関しては変更する場合もあるんで、あ、はい、まあ、価格はお伝えできないんですけれども、はい、ちょっと価格びっくりしましたまあそう、まあ、まあ年式も立ってきてはいるので、はい、そうですね、はい、これがおおよそ、まあ、半額ぐらい、はい、新車の半額ぐらい、そうです、はい、これちょっと僕あの今回動画で紹介するので、はい、まあ、いろいろ装備を見返したりだとか、まあ、その性能面だったりとか、はい、いろいろちょっと勉強し直してめちゃめちゃお買い得だなと思って、うん、そう、新車価格がものすごい、まあまあやっぱり高額な方なので、この車例えば新車で買おうと思うと多分選択肢がすごい他にもいろいろ出ちゃうと思うので、なかなか手出る人がいなかったりってあると思うんですけど、今中古車でこの価格であれば、いやちょっと乗っておきたいなっていう人いっぱいいるのかなっていう気はしてます。なんですごくお買い得に乗れる車もそうですし、はい、あとボンド東京ですから、はい、まあ、やっぱり2015年式ということでいろいろくたびれてる部分だったりとかもあると思うんで、はい、まあ、それをリフレッシュがてらカスタマイズしてもいいのかなと、はい、うん、僕はカスタムして乗ってほしいなって思ってる一台です、まあ、いわばベース車両として見ていただいてもすごくいい個体なのかなと、はい、というわけで今回ちょっと前回りから詳しく見ていきたいと思います、はい、で今回の車は後期型ということで、はい、後期です。あの僕ヘッドライトとテールランプだけかなと思ってたんですよ、うん、前期後期の車って、はい、そしたらバンパーの衣装がもう全然違うんですよね。はい、みたいですね。やっぱグリルの形状しかりバンパーが違いますね。グリルのこのちょっと R がついてるんで六角形というべきかちょっと悩ましいところですけど、はい、この六角形さが少し前期よりアップしてるんですね。そうです、はい、前期だともうちょっとここがこうスッと落ちるような形ですね。でここにもプレスラインというかこうラインが入るような、はい、まあ、これがヘッドライトのまあ衣装が変更されてるのもあるんですかねなんでちょっとこう全体的なシルエットと変わらないんですけど、はい、まあ、そんな中でも新しめの、うん、そして RS7 ですから基本的にはいろんなものがほぼ全部ついてる。そうです、 RS7 はもう標準装備がかなり多いので、はい、欲しい装備はついてるはずです。マトリックス LED のヘッドライトだったりだとか、はい、まあ、あとは ACC だったり、はい、まあ、センサー類なんかももうほぼほぼフルフルでついてる感じなんです。そうですね、はい、なんかまあ2015年式って言っても全然今の車と比べても、うん、もう基本的な装備はそんな大差ないと思います。性能面で全然見劣りしない感じ、はいはい、であとはちょっと僕やっぱりいろいろ調べ物してて本国のが出てくるんですよまあそうですね、はい、本国ここ違うんですよ、はい、ここがそうなんですよ。クワトロっていう、 こうエンブレムが入るっていう、はい、これ日本のナンバーの関係ですかね。おそらくナンバーの関係ですよね。これちょっとぜひ本国のグリルとかしたいですね、はい、目引くじゃないですか。そうですね、私もまあ前以前販売したお客さんであれ7ではないんですけどやっぱ5とかそのあたりでもそもそもやっぱエンブレムとかも本国エンブレムってブラックがあるので、そうなんですよ、やっぱそういう部分カスタムしていきながらブラックアウトしつつ、まあ、やっぱり本国のグリルとかそういうのを入れてもいいのかなっていうのは思いますね。そうなんですよ、エンブレム以前僕アリーナ店の在庫車両をカスタマイズさせていただくっていう、うん、ちょ動画の企画があって、はい、ありましたね、いろいろ調べたんですけど、そうなんですよ、本国だと黒があるんですよ、ね、黒あるんですよ。ずるくないですか。そうそうそう、なんで頼むとやっぱ納期かかるんですよ。あ、なるほど、はい、本国オーダーなのでやっぱ日本に在庫がなくて1ヶ月、まあ、その当時1ヶ月とかはやっぱ待ったので今もやっぱ納期はかかると思います。結構今だと定番でいろんな車にブラックエンブレムもあったりします。そうですね、はい、まあ、この年式からしっかりあるんで、まあ、その辺もカスタマイズ触っていただいていい部分なんじゃないかなと、
ボディカラーこれだとブラックアウトするとものすごくかっこよくなりそうですよね。似合いますよね。まあ、あとはその RS カラーでもあるこのマットシルバーが、まあ随所に使われている、はい、ちょっとこのスタイリッシュな前回りになっていると、はいはい、そして早速横に回っていきましょうか、はい、横のこのシルエット、はい、あのすごく特徴的じゃないですか、はい、で今回僕ちょっといろいろ読み物を見せたらこれが1970年代のアウディの100のクーペ S、うん、あれをちょっとオマージュというかしたシルエットらしいです。なるほど。このファストバックというか、はい、もちろんあっち2ドアなので、はい、まあ、まるっきりこう現代版というわけじゃないですけど、うん、当時のそのシルエットをちょっとこう踏襲したというか、うんうん、であともう一つ読み物としては、三浦のボディラインをすごく意識した、ああなるほど、デザイナー曰くっていうことみたいです。言われれば確かにそんな感じですよね。あと他のもので言ってたのは1980年代のビッグクワトロ。ビッグクワトロ、もちろんその車の形も違いますし、はい、なんですか、細かいところももちろん違うんですけど、うん、まあ、要は2ドアでファストバックみたいなああいう形でっていう、はい、でハイパワーで恐ろしく速いという。なるほど。だその辺がなんか強く意識されてるっていうのも、うんうん、はい、だそうやって聞くとちょっと見え方も変わってくるな、うん、ね、確かに。私結構個人的に RS7、まあ、A7 もそうですけど、あのトランクからこうテールライトにかけてストンと落ちるこうデザインなんかは結構特徴的で、本当ファストバックスタイルというか特徴的 なんかデザインでいいなとは思いますね。結構いろんなメーカーがこうリアこうゲートが開く車作ってますけど、うん、はい、そんな中でもちょっと特徴的ですよね、はい、そうですね。これはちょっと後ろでもまた見て、はい、そして今回の車足元が21インチ、はい、これオプションですかね。オプションです。でハイグロスとポリッシュドの21インチのホイールが入ってます。標準が20インチですよね、はい、それを今回21インチオプションのホイールになって、はい、これいいっすね。やっぱりそうですね。同じスポークタイプで、カラー別が他に2種類ありますので、こちらのものが装着されております、はい、ただ今回あの正直ポイントでいくとタイヤが新車装着のものということで、はい、もうちょっと限界っすね、はい、はい、で今回ご案内させていただいているのはこの現状での、はい、まあ、あのタイヤはご相談いただければ、はい、あの弊社の方はタイヤは強みですので、そうです、ご相談いただければご案内できると思います。まあ、今回動画撮ってますから、はいはい、動画見ましたって、はい、言っていただければ、はい、スペシャルプライスで、はい、もちろん頑張らせていただきます。そしてこれタイヤ交換もいいと思うんですけど、僕はあのせっかくなんで丸ごと変えちゃってもいいかなと、うん、まあそうですね、ホイールごとってことですよね、はいはい、ホイールと一緒に変えて、まあ、カスタマイズ、そうですね、ぜひぜひいいのかなと、はい、サイズ的には275の3021インチ、これは、はい、まあクワトロなんて基本投資で、はい、こんな感じで、そしてブレーキ超高級オプションが入ってるじゃないですか。はい、 RS で久しぶりに見ました。あんまりないですよね。あんま確か多くないかもしれないです。これがでっかい、はい、そしてこれが通常が普通のウェーブローターですよね。ウェーブローターです、はい、390ミリのブレーキのところカーボンセラミックになると420ミリということ、はい、400ミリですよ。それもなんでこの当時すごいですよね。こんだけ大きいカーボンセラミックあったんだって思いながら、もう本当にさらにもっとこうスポーティーな車とか、はい、もうさらに大きいビッグセダンのとんでもないやつとかで、そうですね、ようやく400超えるかなっていうところですけど、はい、もうこのシレット420ミリのローターが入ってる、はい、これだからちっちゃいの発見ないですよね。あですね、やっぱローターとキャリパーも大きいので、ですよね、はい、インチダウン、まあ、する人もいないと思いますけど、うん、まあ、基本的には大きいホイールがセット、ね、まあ、多分サイズ的に大丈夫と思うんですけど、ホイール変える方もキャリパーの逃げとかそのあたりもちょっとご相談いただきながらという形になると思います。はい、そして足元、はい、僕ちょっと今回あのメカニカルなところいろいろ勉強しようと思って、はい、調べたらアウディこの RS7 ってフロントが5リンクのダブルウィッシュ、はいはい、結構フロントストラットの車なんかも多いじゃないですか、はい、RS7 の場合だと5リンクのダブルウィッシュボーンということで、はい、かなりこう接地感を考えられた足回りになっているって、うん、そうですね、まあ、要は5リンクとかになると結局そのコストもかかるし重くもなるし、はい、構造も複雑になるんですけど、やっぱりこのしなやかで路面通じ性が高いっていう、はいはい、もう思いっきりなんか車のキャラクターにつながってるなそうですね、はい、で、足元の方が DRC、はい、ダイナミックライドコントロールというやつの、電子制御仕組みの、はいはい、足元になって、これがなんか本国だとオプションみたいで、あそうなんですか、本国オプション、ドイツ本国だとオプションなんですけど、まあ、日本仕様だと、DRC も標準でついてくると。で今回の車は全部フルノーマルですよね。はい、フルノーマルです、はい、こんな感じになっております、はい、そして横に行くと
ミラーがカーボンになってたりとか、はい、あとサンルーフもオプションなんですか？オプションじゃない、サンルーフも標準なんですか？これサンルーフ標準です、はい、こんなのもついてたり、だからなんかこうちょっとこう快適性もそうだし、うん、こう高い走行性能もそうだし、なんかこうすごいところで両立してるなっていう、まあ、最近あのハイパフォーマンスなモデルだと、まあ、カーボンルーフとか結構オプションで選べたりとかある中で、まあ、サンルーフが標準っていうところでは、まあ、そういうツーリング性能というかそういった部分も兼ね備えた、まあ、ハイパフォーマンスモデルなのかなっていうのは印象としてありますね。そしてプロテクションが貼ってある範囲としてはこのドア下、あ、そうです、はい、ですよね、はい、ドアは貼ってない形です、はい、ここ貼ってないということ、はい、そしてこの A ピラーのここまでルーフにちょっとかかったここまでがプロテクション施工されてる、はい、あとルーフ全面も、はい、貼られてます、ね、施工されてるんですよね、はい、なんでなんとなくでこう質感、はい、ちょっと違いがお分かりいただけるんじゃないかな、うん、でもマットなんでやっぱあった方がいいですよね。そうですね、なんかうちの板金塗装の部署に聞いたらやっぱりこう普通に洗車して拭き上げるだけでも、うん、だんだんツヤが出てきちゃ う, っていう、あ、なんでそのぐらいマットってやっぱりデリケートなんで、うん、磨けないですもんね。そうですね、なんで基本的にはまあ早めに、はい、もうプラスアルファ貼っていただくとなおいいんじゃないかなと思います、うん、はい、そしてあとは何といってもこのシルエット、はい、ちょっとこれリアの居住性なんかも気になるところなので、はい、これは後で中で見てみたいと思います。あとリアが、フロントと同じく21インチ275、はい、こちらが装着されてございます。でリアもカーボンセラミックになるんですよね。はい、そうです。結構ブレーキ力入れてる車とかカーボンセラミックもそうですけど、リアはそのスチールの車とか、あ、まあまあ、ね、C6 さん確か前の、そうですね、 C6 さんもそうです、はい、でキャリパーもリアもでっかくなる車もあれば、はい、このアウディみたいにもう必要ないところにある、はい、手を入れないこの100万円オーバーのブレーキになっても片押しっていう、はい、ここもすごくキャラクターが出てるところ。そうですね、はい、でリアに関しては、トラペゾイダルリンク、難しい、間違ってたらすいません、はいはい、これ僕も何のこっちゃだったでこれ調べたら、はい、マルチリンクのさらに進化系の足回りみたいです。まず基本はマルチリンクってことですよね、はい、まあ、基本構造に関してはマルチリンクです、はい、これコンチ GT なんかもこのリアの足回り使ってるんですよ。あ、まあ、やっぱ同じグループだとじゃそういう部分で共通性があるんですね。とにかく路面を捉えるっていうことで、もうコストがかかろうが重くなろうが、はい、とにかくその性能というかそのアウディの理想とする話を走りを追求して仕上げてる足元です。やっぱその辺クワトロとのこうマッチングっていうかやっぱそういうのがあるんでしょうね、おそらくこんな足元になっております。そして後ろ行きましょう。後ろが先ほど全体的なシルエットの話でも触れた、はい、このストンと落ちるデザイン。そうなんですよ、これ僕出た時はすごく特徴的だなと思ってました。結構他にないデザインですよね。あんまりそうですよね。だ結構比べるところとしては、6のグランクーペとか、はい、あとはパナメーラとか、まあ、いろんなこのシルエットの車あるんですけど、その中でもちょっとこう際立ってるな、はい、際立ってますね、はい、でちょっとここのストンって切ってるのが本当に僕動画比べたんですけど、はい、アウディの100クーペ S、 あの辺とも本当にそっくりだな、ちょっと三浦とちょっと参考にしたっていうのは僕の読んだ読み物ではそう書いてあったんだよなんですけど、はい、でも確かにちょっとここが平らなのでちょっとクラシックな雰囲気もありつつ、なるほど。そしてこのゲートの中なんかはちょっと後で見たいと思うんですけど、はい、一応この電動で出てくるタイプのウィングと、あと後期だとテールもちょっと違うんですよね。あ、はい、そうですね、はい、ちょっとこう Y の字になってるんですかね。そうです、そうです、はい、で LED のテールと、これ流れるやつですよね確か、中継車だったと思います、はい、ね、流れてたと思いますね、はい、後期はテールもなっちゃった。後ろもちょっとあれ黒くしたりしたいですよね、これエンブレム、はい、黒があるんで、まあ、フォーリングス含め本国のブラックがおすすめです。はい、そしてリアのディフューザーに関しては、はい、あ、結構平らですね、はい、はい、そしてテールパイプも黒くなってると、はい、で今回こちらの車に関してはスポーツエキゾストも、そうです、ブラックのテールパイプなのでスポーツエキゾストが入ってます、はい、これ覗くと中に出口が2つあって、はい、はい、これバルブも本当にキワキワの外なんですね。意外とそうなんですよ、なんか RS は結構外なので、結構走ってて前に走ってたりすると意外と前の車が見えちゃったり、はい、結構車によっては奥の方でバルブ見えない車なんかもありますけど、はい、RS プに関してはもう本当に外の出口のところにバルブがついてる、こんな感じになっております。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で RS なんでソフトクローズが、はい、標準です。これ標準なんですね、はい、僕ちょっとカタログでオプション1なんで今日びっくりしちゃいました、はい、標準でこんなのもついてると。
そして内装に関してはもう RS シリーズですから、はい、フラッグシップらしい、そうですね、上質なインテリア、はい、であとは RS シリーズといえばこのフラットボトムの、はいはい、D シェイプのステアリング、はい、これマルチファンクション付きのステアリング、はい、これちょっと改めて見るとちょっとこのパンチングが、はい、ちょっと個性的な、好み分かれますよね、はい、ちょっとこの辺は中に乗って見てみたいと、はい、であとはシフトレバーなんかも専用のものがついてる、はい、だといつも思うのがやっぱりこのバルコナレザーの質感、はい、このスベスベの、はい、このメーカーによって本当に脂肪を大切にするというか、うん、もうずっと脂肪ありのレザーで来てるメーカーもあれば、はい、もうアウディのこのバルコナレザーみたいにこのスベスベのレザーで来てるのもあると思うんですけど、これがなんか調べたら、はい、なめすのにクロムを使わない、なんかその天然素材でなめしたレザーがそのバルコナレザーらしいです、はいはい、あ、そうなんですね。だワーゲングループ全体でいうとやっぱりとてつもない台数車作ってて、はい、とてつもない量をこうレザー使うんで、まあ、その辺も環境配慮も考えられてる、なるほど、はい、みたいです。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。一応このスカッフプレートが RS7 の光るタイプの、はいはい、結構サイドステップも出てるっすね。意外とありますね、はい、ちょっと気をつけないと引っ掛けそうですけど、ここはプロテクション貼ってあるんですもんね。はい、貼ってあります、はい、そして乗ってみたいと思います。よいしょ。ちょっとこのスタイリングなんでちょっとここ寝てる感は感じますけど、はい、あ、もう入っちゃうと超快適です。そしてシートは 4A のランバーサポート付きの、はい、まあ、あと調整に関しては割とスタンダードな、はい、フル電動のタイプになっております、はい、シートいいっすね、やっぱり、うん、シートいいっすよね、RS は。あとこのダイヤモンドステッチが、ダイヤモンドというべきか、この六角形のステッチがはい、やっぱりこう沈み込みがしっかりしててホールドもかなり高いです、はい、で座面は割とゆったりですけど、サイドのこのクッションかなりしっかりしてるんで割とホールドはいいです。タイトすぎる、はい、そしてやってまいりましたステアリング。ちょっとこれ、まあ、ちょっとその過去僕が何て言ってたかちょっと気になるところなんですけど改めて見たら、はい、このパンチングのレザーの全部一周のステアリングって、はい、ビジュアル的には結構インパクトあるなと、まあ、ありますね、はい、そしてこれステアリングもスポークめちゃ細いですよね。あ、そうですね、はい、結構今の車ってここがすごく太くなってて、はい、スイッチにぎやかになっている車もありますけど、改めて握るとめちゃ細い、はいはい、でステアリング全体に関しては、まあ、太すぎず細すぎず、うん、はい、これだからちょっと正直僕としてはもう全然いいと思うんですけど、苦手な人結構いるんじゃないかなと思ってました。改めて思いますね、この集合体恐怖症じゃないけどまあまあまあ、あまり今見ないですもんね、ここまで一周パンチングって。で今回の車は1万キロちょっとなんで、はい、まあ、レザーのコンディション非常にいいんですけど、もしあれだったらこれステアリングのカスタマイズしてもいいのかなって、うん、パーツ出るはずなんでいっぱい。やっぱり触る部分ってこう使用感出るじゃないですか、はい、まあ、ステアリングしかりシフトしかり、そこをなんかリフレッシュするとすごくこう新しく見える。そうですね、だこの辺触ってもいいのかなと、はい、でマルチファンクションパドル ACC、はい、必要なものは全部ついております。そしてメーターに関してもこのアナログのタコとスピードで、メーターが320キロ、はい、でパフォーマンスパッケージみたいのをつけると、はい、マックス305キロまで。そうです、ちょっとまだ入庫したてで確認ができてないんですけど、おそらくカーボンセラミックがそのパフォーマンスパッケージだと入ってるので、そのリミッターカットとセットなの で、ね、でカーボンブレーキ単体でオプション選ぶよりもパフォーマンスの方が安いんですよ。なのでおそらくパフォーマンスで選んでるんじゃないかなとは思ってるんですけど。で入ってないとマックス250キロリミッターなんですけど、はい、で入ってればリミッターカットされてて305キロと、はい、じゃあ今日試してみましょう。それはできないですね、はい、まあ、日本だともうほぼ関係ないというか、はいはい、まあ、一応そんな仕様になっていると、はい、でこの真ん中に関してはもうおなじみの、はい、表示がこんな感じで出ます、はいはい、そしてダッシュボードは奥でこのカーボンのパネルがつながって、はい、ドアにつながるデザインですね。あとはヘッドアップディスプレイもついております、はい、そしてダッシュボードのこの下のところもカーボンになっていて、はい、これここもなんかいろいろ種類あるんですよね。アルミ調のカーボンが標準でアルミがオプションで、ね、はいはい、でこれがこっちもドアにこうつながるデザインと、はい、でドアに関してはこの真ん中がレザーで、はい、この他のところ
がアルカンターラ、はいはい、今回下調べしてアルカンターラっていうのをちょっと確認したんでメーカーによっていろいろ言い方がありますから、ね、はい、そうです、はい、自信満々にアルカンターラと言いますでスピーカーに関しては標準の BOSE、はいはい、こちらが装着されてございます。そして真ん中に戻りまして MMI、はい、こちらもおなじみですね、はい、こち最近この出てくるやつなくなっちゃいましたね。まあ、そうですね、最近はもう液晶大きいのがこう埋め込まれてるタイプなのでちょっと最近見ないこの出てくるタイプですけれども、確かにでもこれってしまっておけばこのフロントの視界がもう全部取れるんで、はい、割とこれはこれでいい気はします、うん、はいはい、デザイン性も高いですし、でこの中身に関してはもうおなじみのっすよね、はい、ただ割とこのメディアとか全部充実してて、はい、テレビもついてるし外部入力もついてるし Bluetooth もついてるし、もう強いてないといえばカープレイぐらいかな。はい、そうですね、はい、なんで割とこの辺いいんじゃないかな。 DVD も SD も、はい、ジュークボックスもついてると。だ本当にだからモニターの大きさと、はい、まあ、そのぐらいかなと、はい、そして、この辺ウイングの出し入れだったりだとかパーキングのアシストだったアイドリングオフだったり、あとはパークセンサーのオフなんかも、あとエアコンに関してはこれ後ろもちょっと合わせて紹介しますけど、なんと4ゾーンということで、はい、いいっすね4ゾーン、はい、これ車4人乗りなんですね。4人です、はいはい、エアコン差別がない、はい、こちらのエアコンになっております。喧嘩にならないです。喧嘩にならないです、ね、はいはい、そしてシートヒーターが、でこれベンチレーションはないんですよね。ベンチレーションはないです、はい、最近なんかもうセグメント下の方の車でもベンチレーションがついてたりとか、そうですね、なんか高級車もう1000万円以上だったらマッサージもなんかついてそうな勢いですけど、こちらの車は一応シートヒーターついてると、はい、だとこの辺がシフト関係、ちょっとマニュアルっぽい、そうですね、丸いタイプのシフト、はい、RS ロゴが入ったタイプのシフトで、まあ、あとこの辺はもう MMI のおなじみのやつですね、はい、ついております。そしてドリンクホルダーとアームレストが2段のタイプで、開けると、USB 2系統と AUX がついております。深さ、はい、はそんなに深くないですね、はい、やっぱりちょっとこのなんていうんですか、大きめのカーボンのパネルのこのセンターコンソール、はい、ちょっとアウディらしくていいですよね。そうですね、なんか、はい、まあ、オプションでアルミニウムレースが選べるんですけど、あれってなんかこうドア開けたらカーボンっていう印象なので、ちょっとレーシーな感じ、はい、でそのまま足元に行くと足元も一応このアルミのカバーのついたステンかな、はい、ペダルもう全く違和感ないです、はい、100点です、はい、よかったです、はい、フットレストも大きいタイプの、はい、こんな感じになっております。そして上行きましょう、はい、上はアルカンターラのピラーとルーフライナー、はい、これよく見るとルーフライナーもステッチ入ってんすよ。あ、入ってましたっけ。入ってんすよ。おお、これいいっすよね。めっちゃ高級な感じが、はいはい、そしてサンルーフはシェードが手動で、はいはい、こんな感じで割とそんなに超大きくはないですけど、そうですね、はい、開放感のあるタイプ。そしてバイザーもアルカンターラなんですよ、はいはい、バイザーフェスティ土屋としては、まあ、やっぱりここアルカンターラは嬉しいです、まあ、新車価格考えたらその辺はやっぱそうやってほしいですよね。でも結構な価格でビニールとかあるじゃないですか、はいうん、こんな感じのバイザーになっております。で今回の車は、レーダー探知機だったりドライブレコーダーがついてないので、もう早めの装着を、はいはい、お勧めいたします。ご相談ください。こんな感じの内装になっております、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。よいしょ。後ろはさすがにさらにこう寝てるんで、うん、ちょっとここ気になるところですけど、はい、ああ一応僕175ですけど少しかがむぐらいで、はい、まあ、入れるかなと。で入るとさすがにちょっと天井の低さ感じます。ああ、まあまあ、はい、はい、僕175座高かなり高めなんで、はい、180センチぐらいの肩までが限界かなとそれ以上いくと、まあ、ちょっとこうルーフに当たっちゃうかな。そうですね、まあ、この辺はスタイリングもあるんで、うん、まあ、かなり考えて作ってあると思うんですけど、まあ、スペース的な限界かなと、はい、ただルーフここえぐってあるんですね。ああ、えぐられてますか。はい、あ、本当だ。でもまあリクライニングないんでやっぱそうしないと。そうですよね、こんな感じに。そしてこれバックレストもレザーじゃないですか。はい、こここそプラスチックですけど、はい、すごく質感が高い、はい、そしてあの
結構酷使されてたりするとこのネットビロビロになってる車もありますけど、はい、今回の車は両方ともコンディション良好です。そして4人乗りですんで真ん中はこんな感じで小物入れがあってアームレストが、はいはい、こんな感じで出せます。そして少し収納とあとドリンクホルダーがあ、はい、こんな感じでついております。あとエアコンが先ほど触れましたけども4ゾーンということで、はい、それぞれ調整できてシートヒーターも標準なんですよ。はい、シートヒーターも標準で、はいはい、ついております。で後ろもあのこのレザーでこのステッチ、はい、背中もしっかり入るんで、うん、割とホールドはいいです。あ、はい、で前もシート結構でかいですね。はい、そうですね。ヘッドレストは割とちっちゃいんですけど肩幅すごくこう、うん、あるシートなんで少しこう圧迫感とまでいかないですけど、はい、しっかりこう守られてる感はあります。ただ逆にヘッドレストちっちゃいんでこの辺はすごく抜けてて、うん、前の開放感は結構あります。この辺がちょっとこうガシッとした感じ。なんか RS 系ってあれですよね、他のメーカーに比べてちょっとシート厚みがあるようにも見えますね。ごつい感じがここも厚みあるし、はい、ちょっと肩幅も結構ある感じ。そうですよね、特にここすごく張ってて、まあ、肩のホールドが高いこんなシート。そしてエアコンの吹き出しがピラーについてて、はい、あと足元乗って気づくんですけどここ一応えぐられてるんですね。本当 だから結構こう足出すときに、はい、こう最大限当たらない工夫が、うんうんうん、されてると。なんでめちゃくちゃ快適かっていうと、まあ、そうじゃないと思うんですけど、はい、まあ、全然大人の方が、うん、はい、まあ、快適にあんまりこうタイトじゃなく、はい、はい、移動はできるのかな。こんな感じのリアシートになっております。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、当然の電動で、はい、でもゴルフ最強の車じゃないですか。そうですね、意外と奥行きはあるので調べたらこれが容量が535リットル、リアシート倒すとなんと1390リットルもうワゴン並みに荷物が積める。あ、ね、あ、やっぱそれはこのハッチバックスタイルのいいところなんでしょうね。で特にその開口部が広く取れるんで、はい、なんかせっかく奥が広くても、うん、ここをトランクでこれしか開けませんなんて言うとこう入れるの大変だったりしますけど、そうですね、やっぱりこのハッチバックだと、うん、もうガンガン積めるし、はい、うん、出し入れも楽ちんというのはこれ結構ポイントじゃないか。そうですね、はい、そして下側にこんな感じで、はいはい、サブウーファーですかねのはずです、はいはい、ついてて、ネットなんかと、はい、あとはジャッキなんか、はいはい、こんな感じで収納されております。では続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンルームはもうなんかおなじみと言っても、はい、ちょっと語弊ないのかなと、うん、はい、3992cc、はい、約4リッターの V8 ツインターボ、はい、560馬力、はい、これ、S よりだいぶ出てるんですね。パワーは十分あります、はい、S より120馬力ぐらいかな、はいはい、出てるという、うん、だからもうどうなってるんですかっていうぐらい。いや、そうですね、本当にこれ乗ると分かるんですけど強烈な加速をします。そしてそれをなんかこう伝える仕組み、そうなんです、四駆しかりミッションしかり、はい、なんかこうすっごく真面目に作ってあるし、うん、なんかこうその辺車のキャラクターすごく出てるなっていうのを感じました。そうですね、そしてこれに組み合わせるのが、8速の普通の、ティプトロニック、はい、これは要はデュアルクラッシュとかじゃないんですか、はい、なんかこれトルクの関係で、まあ、より何ですか、そうです、耐久性も耐久性のある、はい、ティプトロニックにしてあるらしいです。であとは、RS ということで専用のスポーツデフになってて、はい、一応それがクラッチとギアが追加されてて、まあ、より適切な、トルク配分がされるようになっている、うん、まあ、上位4駆で、だいたい40対60ぐらいのトルク配分で駆動するようになっているそうです。続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい。ちょっと足の方をちょっと入念に、はい、ちょっとタイヤも少し硬くなってるのもあると思うんで。ああ、まあそうですね、はい、なかなか車の正しいレビューかっていうと否だと思うんですけどちょっと基本のところをご紹介させていただきたいと思います、はい。でちょっと僕読み物で読んだんですけど、はい、アウディって、はい、なんかそのロマンチックで、うん、情緒的な車じゃないよね、どこまで行っても真面目で合理的、クールで合理的って書いてあったから、なるほど、それ読んだらものすごいなんかしっくりきて確かになんかちょっとこう、まあ、エモいって言ったらあれだけど、うん、なんかちょっとその走りの部分に関してもなんかちょっとそのなんて言えばいいのかな、もう本当静かに速い、はい、うん、なんかドライバーになんかそのスリルとかあんまり感じさせないみたいな、はい、いやとんでもなく速いみたいな、うん、まあそうですね、あんまりなんかこうすごい獰猛なイメージというか、うんうんうん、野生的な感じはいつもあんまり感じないですよね、うん、だ車は頭良すぎて、うんうん、なんかもうトラクションもなんか誰が乗っても鬼のようにかかるし、はい、ものすごい曲がるし、うん、はい、で池田君もなんか過去乗った時にフロントがなんかすごく垂れちゃうぐらい走ると、そうです、もう昔前の前職でモテギのサーキット走ったことあるんですけど、だいたい RS モデルのクワトロは結構サーキット走行になっちゃうとフロントタイヤが垂れるっていうのは、まあおそらく前後バランスとかそういうのだと思うんですけど、うん、でもそれだけフロントが仕事してるってことですか。仕事してます。なので接地感とかは絶対こう抜けるようなこともなかなか感じなかったですし、そういった面ではやっぱバランスはいいのかなと思うんですけど、なんか FR ベース、勝手なイメージだけど FR ベースのなんかとりあえず四駆にしましたっていう感じだと絶対それってないんだろうな。そうですね、だから逆を言うと怖さがなかったんですよ、うん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 、いややっぱりこうリアが挙動を乱しちゃうとかそういうのはなくて、やっぱりこうオンザレールじゃないですけど狙ったところに行けるっていうのはありますよね。だそれがなんかその合理的って書いてあったところになんかすごくしっくりきて、はい、やっぱりそれを楽しいって感じる人と、うん、そうじゃないんじゃないかなって思う人が分かれるところかなってそうですね、うん、めちゃくちゃジェントルで、だってこの車体なんかアルミと、まあ、ボディにもそうだし、うん、フレームにもなんか一部アルミ使ってすごく軽く強度があるように作られてるらしいんですけど、はい、それでも2トン2トン50キロ、まあそうですよね、お世辞も軽くないんだけど、まあ、その代わり他の仕組みをしっかりこう足元もそうだし、うん、だ軽く作ろうと思えばもっと単純な多分ストラットとか、はい、そうすればもっと安く軽くできるのを、うん、ね、結局そのアライメントの変化嫌ってファイブリンクにしたりマルチリンクにしたり、はい、でもそこがもうめちゃめちゃキャラクター出てるなと思って。そうですね、結局やっぱりクワトロ自体も歴史長いじゃないですか、うん、やっぱそういうもう自社のいいところっていうのをよく知った上でどん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 車を作ってるなっていう印象ありますよね。ちょっといいですか。はい、ハイエ早いです。ハイエスのハイエってやつですね。ずっとこうシートの背もたれに押し付けられますよね。でもね全然壊さないの。クワトロのこのやっぱりトラクション性能、ね、本当に四輪ガッてこうガッてイメージ、これはやっぱりもうアウディのクワトロでしか出せない味だと思うので、だこれにこの狂った馬力のエンジンが乗っかってて本当にすごいと。だなんか僕勝手なイメージ、変な例えですけど、例えば AMG とか、うんうん、AMG のこう FR モデル、今最近フォーマッチが多いですけど、例えば C63 とか、あの辺の FR とか比べると結構こう
マッチョなスポーツ選手じゃないですか、アスリート的なこう、うん、イメージを持ってて、逆にアウディのこの RS とかは今一人たとえなら本当にもうめちゃくちゃ頭いいエリートっていう印象がありますね、トランスポーターいやまさにでも本当にだからもうジェントルで、うん、まあ、やっぱり音もそうですけど、うん、やっぱ決してこううるさくない、うん、控えめな、うん、そうなんだよね、やりすぎてないから、そうそうなんですよ、なんか無駄な演出ないし、そうなんですよ、ただもう本当に性能はもうやっぱりすごく優れてる、他の AMG とか BM の M 車とも引けを取らない性能持ってるんで、やっぱすごいなっていう印象はいつもありますね。ワード切り替えってことだよね、カーです、そうです、これで、あ、もうダイナミックになってたんだ、土屋さん乗るからダイナミックですね失礼しましたこれね、いやマジでこれね、あの2トンと思えない、そうなんですよ、これはもうすごいですよね、やばいこれは、はい、これはやばい、ただあのなんだろうな、やっぱり加速とかこのトラクションに対して少し音が控えめ、うん、ダイナミックにしてもそうだし、もう AMG と比べると AMG とかってもうちょっと大げさって言ったらあれだけど、うんうん、なんかこう感情に訴えかけるような音もするよね、はい、みたいな、そう、それはやっぱないっていうか、まあ、薄いですよね、窓閉めてると静かですもんね、うんうんうん、だそこは本当に車のキャラクターなんだなと思います、うん、だからこそ僕はこれをあのアウディのいじったやつ好きなのあー確かにそうですね、これを不良にした感じ、うん、ものすごい音をしてこう、ね、まあ、RS3 でもいいし RS5 でもいいし、うん、アウディってでも本当にマフラー系いじると音いいですよね、めっちゃいい音してるです、で逆に本当にこのシンプルを突き詰めてってこのまま乗るのもすごくいいと思うし、うん、そうですね、ものすごくこうなんかメカニカルノイズも少なくないですか、うんうんうん、エンジンの音も、うん、エンジン自体の音も静かだし、本当に後ろからこうそのうるさすぎない排気音が踏み込んでも聞こえるぐらい、これはすごいよ本当に、で荷物も詰めて、そうですね、快適でシートヒーターもオンにしちゃいますよ私は僕は今日暑いんで、まあでも操作系統もシンプルっちゃシンプルですね、そうですね、でステアリングは本当にわずかにしっとり重い、ああ、はい、そうですね、なんか超高級車のあの軽くてこう、うん、なんていうかこの何ていうんですか、スムーズなステアリングというよりかは多少こう操作感のある、うん、そうですね、はい、しっとり重い、 BM ほどじゃないですけど、うん、はい、そして足はダイナミックだと、まあ、全体的にはちょっとこう硬い、はい、硬いというかしっかりしてる、そうですね、突き上げ感があるっていうよりはまあまあ路面に応じて拾っていく感じですよね、だこれ多分踏める足だろうな、そうですね、はい、実は S7 も乗らせていただいたことがあって S7 全然キャラクターが違うのね、ああもう S、 そうですね、はい、ものすごいコンフォート、うん、優しいですよね、 RS だと結構しっかりしてる、ちょっと一回これコンフォートにしていいですか、はい、そして今コンフォート、あ、コンフォートにするともうアクセルの突きがもう全然違う、ああそうですね、そしてステアリングは、ああ、まあ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 軽くなったかな、うんうんうん、足も、あ、全然足柔らかい、足が全然変わりますよね、うん、全然柔らかい、だからダイナミックは結構日本の路面だと人によっては硬いって思う感じの硬さ、うんうんうん、いやそもそもでもね、この手の車全部の性能を発揮しようと思ったら、あの日本の路面だと無理だと思うそうですねでも逆に硬くないと伝えられないですから ね、パワーを、致し方ないという、ちょっとシートヒーターは尋常じゃないぐらい熱いです、はい、はい、ちゃんと効きますシートヒーター、はい、いいなぁ、結構さ、アウディってなんか内装の評価分かれるのね、あー、そうですね、なんかちょっとこのやっぱりアウディ進んでるねっていう人もいれば、はい、ちょっとこの内装古臭くないみたいな、うん、あれ最近出たあの RS3 とかもうシフトレバーがスイッチになりましたね、はい、確かに、うん、もう次の世代に行ってる、うん、
車の完成度はやっぱり高い。高いですよね。だって A7 から数えてたらもう10年以上経ってるわけでしょ。はい。そのロング割と長く作ってたのもあるのか、うん、なんか A7 含め、はい、なんかこの初代ってなんかあんまり意識がないんだよ。ああ、そうですね、うん、なんか2代目か3代目ぐらいのなんかイメージだったけど、うん、実は A7、S7、RS7 これが初代という。まあでも6でもう元々ベースがありますから、ね、はい、完成度本当高いですよね。高い高い。あとアウディってなんか剛性低いなって思ったことがあんまないです。うんうんうん、車の剛性がすごくしっかりしてる。わかる。ドアとかもさ、そうなんですよ。なんか本当に昔のベンツみたいなカシャンっていう。はい。はいえ。早い本当に。ああとかないもん。そうですね、うん。ただひたすらに速い。もう踏んでラグがなくこう。切り出してくれる感じですよね。でどんだけ加速してもちゃんとこうなんか受け止められる。はい、ありがとうございます。はい、うん、やっぱ車はいいっすよね。本当にシャーシ剛性高い。あとはちょっと新しいのがちょっと目立ちすぎてる。うん。うそれだけ進化がすごいですよね。RS 級の新しいモデル、モデルチェンジするとすごい進化しますよね。いやでも半額っていうアドバンテージありますし。確かにそうです。機能的なものが劣ってるかっていうとそうでもないですから、うん、さらに上行ってますけど、もともとベースの動画が高いから。でもいろんなとこでアウディってまあ最先端行ってるというか、まあ、バーチャルコックピットが出た時もそうですし、うんうんうん、早いですよね、意外とそういうのランプ類とかね、はい、あ、そうそう、それでね、俺ね、読み物で見たんだけど、2015年、だからこれ毎チェンした時に、はい、まさかのこの RS7 ベースで、うん、自動運転の実証実験やってるらしい。あー、なんかあったかもしれないですね。見た？なんかそういうテストカーみたいのなんかすぐに見た気がします。あ、そう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 、はい、なんとそれでプロドライバー並みのラップタイムで回るっていう。すごいですね。だからそのアウディの技術もそうだし、まあ多少そのなんていうの、その制御はどうなってるか俺には分からないけど、はい、もしかしたら車がすごく受け止めてる部分も一面もあるのかなと思った。ああ。ではそれを機械にやらせても、うん、そう。だ俺が乗っても速いみたいな。はい。そう。もっとなんかピーキーな車とか、うん、なんかその乗り手を選ぶ車だったら。多分もっとセンサーいろいろつけたりなりしないと、そうですよね、ダメなんじゃないかなって勝手に思いました。すごいですね。そして一応、メカニズム的なところをいろいろ読み上げていくと、このなりで、はい、この馬力でもちろんシリンダーオンデマンドもついさえすごいですね、はい、であとはおなじみのその6率の高いセンターデフもそうだし、トルクベクタリングもついてるし、だからその2つを使ってもグイグイ車曲げていく構造になってる。今やっぱトルクベクタリング重要ですよね、うん、もうブレーキかけて勝手に曲がってってくれると。あ、そう、それで言うとそのモテギ走った時もやっぱ分かりました。リアのブレーキを、要はうちが例えば右コーナー曲がる時とか右後輪とかも、うん、ブレーキがこう少しつまんでるなっていう感じ、うん、やっぱ曲げてくれてる感はありましたね。だからビッグクワトロの時代は左足ブレーキをやってたのをもう車がやってくれるっていう風に書いてました。いや、そうですよね。であとはまあ仕組みがほぼ一緒というか、まあその基本構造一緒なんで当たり前では当たり前なんですけど、 S7 と RS7 で車重が全く同じということで。え、そうなんですか。はい、らしいです。全くっていうか、まあほぼ同じ、うんはい、まあもちろん両方同じ4駆でエンジンもほぼ一緒で、うん、だからまあ骨格の部分だったりとか、まあ、大きな部分変えてないんで、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、ただ S7 の方がやっぱりなんかちょっとこう重厚感じゃないけど、じゃなくって逆に軽快になんか車を作ってるっていう。あ、はい、パワーがちょっと低い分ですかね。そう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 、みたいです。はい、あとだから気になるのはこのさらに馬力の出てるパフォーマンスの方、はい、結構気になるな。あー、そうですね、うん、605馬力いらないですよね。ロマンの領域で
でもディプトロームいいですね、このギアのつながりもそんな悪くはないですね、うんうんうん、ただパドルシフトがちょっと、うん、質感っていうかこの操作感、あ、わかる、アウディっていつも気になるんですよ、うん、ちょっともうちょっと剛性感もそうだし、そうなんですよね、うちょっとサイズとかもそうだし、そうなんですよね、いいね、だからね相当切れた走りしないとなんか不良のところが出てこないんだよね、そうですね、そうですね、うん、このアフターファイヤーのそのパン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 って音もそうだし、バブリングのこのパン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 って音とかは相当回さないと出てこない、うそうですね、普通に走っちゃうと本当静かに、そう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 、もうちょっと不良のところがあってもいいのかな、いいね、でもこの車の性能で言ったらだからそのパドルもそうよ、はい、もうちょっとでかくて大げさでもいいと思う、そうそうなんですよね、うん、ちょっと本当スイッチ感がね、剛性感もそうだしこのサイズもそうだし、うん、はい、それがアウディですまあまあ本来で言えば本当に指先だけで、うん、逆にそんな大げさな操作なくできるっていう、うんうん、多分感じだと思うんですけど、まあ物足んなさを感じる人もいますよね、でリアブレーキもそうなんです、うん、必要ないところにはコストはかけないんです、そうですよね、うん、誰が分からなくても足回りのそのファイブリンクとか、あ、そういう必要なところにはめちゃめちゃお金かけるんですだから本当にだからもうちゃんと考えられてよくできた車ですよね、あの昔某国産スポーツカーが、はい、あのリアが要は独立懸架じゃなくて車軸、はい、はい、リジットアクセルだったと思うんだよな確か、でこの金額出してこれみたいなすげえ騒がれてるのがあったけど、はい、まあ、メーカーの言い分としては別に速く走るんだから、うん、これで FF 最速なんだからいいでしょっていう、なるほど、だからやっぱり高い車出すと多少このロマンの部分だったりだとか、はい、ビジュアルの部分だったりも期待するじゃん、そうですね、うん、でもどこまで行って も真面目で、うん、合理的な車の作り方しないっていう、そうですね、それがアウディですね、それがアウディですって思います、はい、あくまで個人的な見解です、はい、車としては本当にこの車が今のまあうちで出してる価格で買えるならね、コスパはいい気はしますね、もうもうもう言ったらこう最初のこう値打ちはもうとっくに終わっててそうですね、あとはこうじわじわ下がってるだけ、はい、ほんとカスタムでもうぜひともステアリングとか、いや実は中古車情報サイト見たんですけど、はい、あのとんでもない距離のやつでもすごい値段残ってる、うん、ある程度もうそのボトムっていうか、そう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 、そこありますからね、で割とうちが出してる価格は、まあ、ボリュームゾーンの、まあ、ちょっと上ぐらいかな、うんうん、まあ、コンディションもいいんで、はい、はい、っていう感じですけど、まあ、内容等々を考えたら、そうですね、もう十分衝撃的な価格に、はい、なってるんじゃないかな、カーボンセラミックも扱いやすいですね、なんか効かない感じもなく、ね、うんうん、すごくタッチも良くて、なんかアベンタみたいなこうギュッて踏まないと効かない感じじゃなくて、じゃ普通にスチールブレーキと変わらず使える感じですよね、はい、最後の最後まで本当に自分でコントロールできるタッチをしてますよね、あとは今回の試乗が昼間なんで試せませんけど、ナイトビジョンなんかも、はい、ナイトビジョンなんかもついてたりとか、はい、ついてますね、はい、あと都内 の、はい、アシスト系は多分結構ついてる、はい、標準で、はい、サイドアシストだったりだとかアクティブレーンアシスト、はいはい、その辺なんかもしっかりついてる、で、まあ、なかなか下道のこの状態なんで試せないですけど、はい、ACC なんかも、はい、僕実はアリーナ店のそのカスタマイズの動画の企画の時に、はい、ACC も試したんですけど、うん、めっちゃ頭いいの、ああ、アウディそうですよね、確かに割と賢いイメージが、うんうん、ただまあちょっとごめんなさい、これは私の個人的なあれですけど、前あったのが結構アウディのコーナーセンサー、パークセンサーとか、うん、あの辺のエラーがちょこちょこ入ったりもありました、なるほど、まあすぐもちろん全然問題なく直るんですけど、うん、もうちょっと不良にして乗りたいですねボンド東京的にはそうですね、はい、ただまあそういうのがあれだって人は、僕個人的にはやっぱまずブラックアウトとか、うんうんうん、せっかくボディカラーこういう色なんで、うん、多分ブラックアウトした方が結構締まってかっこいいのかなと思うんで、やっぱ
かそういうところを。いや、それだけでね多分十分かっこいいと思う。そうですよね、うん、タイヤ変えてブラックアウトして、うん、もうパリッとさせるだけで。そうですね、それはおすすめかなと思います。じゃあ池田君にぜひ相談の時に、はい、そうですね、言っていただければ。まあただあの安全に関わるのでタイヤもしっかり。そうですね、タイヤをちょっと早急に変えていただいて、はい、あの価格にタイヤ代入ってないですよね。入ってないです、はい、ただまあ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 、あの弊社のホームページとか見ていただければ分かりますけど、もともとタイヤじゃないですか。はい、タイヤのことはお任せください。はい、コンフォートなのかな、はいはい、グリップなのか。ちょっと21インチじゃない、多分選択肢はそんなに広くはないと思う。そうなんですよ、多分銘柄とかもしかしたらある程度絞るものが。そうなんですよ、あれかもしれないですけども、多分ピレリ、コンチ、ミシュラン、そのぐらいになるかなとですね、はい、まあ、あとは国産メーカーあれば、はい、まあでも長距離も全然大丈夫そうですよね、はい、うん、快適だな。価格帯だとでも何が入ってくるんだろう。価格帯は分かんないですけど、車格的にはやっぱり6のグランクーペ、パナメーラっていうのはやっぱりいろいろ出てきた、うん、ああそうですよね、うん、CLS の53になるとこれよりちょっともうプラスしないとっていうところですよね。うん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 、だから53ハイブリッドじゃない、うん、そうですね、で V6?それで言うと V8 もアウディもいつまでやるか。直6じゃない、あ、直6、あ、そうですね、直6だ、直6、直6、そうそうそう、だってこれもだって次の方になっちゃったらハイブリッドになっちゃってクランキングの音しないんだよ。そうですよね、マイルドハイブリッドとかになっちゃうんですよね。いやもう今でも忘れない、 RS6 新しいのを一番最初に見た時に、そうだ、エンジンがうーんってかかってうわマジか。そうだ、セルのクランキング音がもうなくなっちゃってますね。そう、クランキングフェチ土屋としては999がなった時点でものすごいこう寂しさを。まあそうですよね、もうちょっとおつむが足りないんで999が聞きたいんです。はい、はい、確かに。あ、3000から4000回転の間でアクセルオフで結構バブリングしますね、うん、まあこういう楽しさはもう今がラストなのかっていう感じしますよね。紛れもなくいい車です。そうですね、うん、ただまあスタイリングしかり、はい、まあ、内装のデザインだったりだとか、うん、まあ、あと車のキャラクターだったりだとか、どこまで行っても真面目なんで。はい、真面目ですけど多分この車本気で飛ばしちゃったら大変です。免許なくなりますね、はい、それぐらいパワーもあります。秘めてるものがとんでもないんです。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、ちょっと途中でも触れましたけれども、はい、タイヤはもう割と限界なのかなと、うん、はい、安全を考えて、はい、お乗り出しの前に交換いただければなと。そうですね、ご紹介はちょっとタイミングもあってこのままご紹介させていただいてますけども、はい、でタイヤの銘柄もいろいろご提案できますので、はい、まあ、用途だったりだとか、そうですね、また好みに応じて、はいはい、お申し付けいただければいろんなものがご提案できるんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はアウディ RS7 スポーツバッグをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。